きょう午前6時ごろ札幌中央区境川4丁目の旭山記念公園の管理業者からクマを見た人がいると110番通報がありました警察などによりますと公園の西側の林を歩いていた人がクマを目撃していて公園は臨時で閉鎖されましたこの公園では今月9日にもクマが目撃されおととい閉鎖が解除されたばかりでしたまた札幌南区南沢の住宅街でも昨夜クマが目撃され 警察などが警戒を強めています。